こんにちは、ゆうゆうホルンです。滋賀県の方からファンレターを送っていただきました。ありがとうございます。早速上げていただきたいと思います。じゃん。ゆうゆうホルンさん、はじめまして、はじめまして。いつも YouTube でホルンさんの曲を聴いています。生まれて初めてのファンレターなので、少し緊張しています。私は現在中学3年生です。中学2年生の11月から3ヶ月ぐらい学校に行くのが辛い時がありました。毎日のように死ぬことばかり考えていました。その時 YouTube で見た、消えたくなるくらい病んでる時に聴きたい曲という題の動画が私が初めて見たホルンさんの水色のガーゼでした。君はその友達に何て言ってあげるかな？私に直接語りかけてくれてるようなホルンさんの声を聞いて心の中で答えました。それが君への言葉だからもう責めないで。涙が溢れてきて止まりませんでした。これが心に残っているホルンさんとの出会いです。一度楽になったのですが、12月ぐらいからまた同じような毎日を過ごしています。入試前には精神的に不安定になり、一日に何度も涙が溢れてきました。私立入試、公立特色選抜が終わり、私立ではその学校で一番高い3類に合格できました。併願ですが、とても嬉しくて、精神的にも少し落ち着きました。今では13日の特色の結果が少し不安なぐらいです。最近はよく本音愛されたいを聞いています。私の気持ちをそのまま言ったような歌詞で、初めて聞いた時気づいたらまた泣いていました。辛いと思うことが日に日に増えてきて、死のうと思うことも増えてきました。なので卒業したら精神科を受診しようと思っています。親には言えないので、一番ひどかった2年生の時のことを知ってくれている親友が一緒に来てくれることになっています。毎日を楽しく過ごせるようにできることを少しでもやっていきたいと思います。ホルンさんと会って話をしたいと思っています。よかったら返事もらえませんか？少しでもいいので話を聞いてもらいたいです。これからも頑張ってください。応援しています。気になるものがあればってことで、ね、3歳から乗馬をしています。ね、元吹奏楽部で、中学最後のコンクールでは県大会で金賞をもらいましたと。英検3級、漢検準2級、自慢みたいになってすいません。ホルンさんにギターを教えてもらいたいということで。はい、ということでね、YouTube でまず水色のガーゼを聞いてくれたんだね。で、君はその友達に何て言ってあげるかなってね。何て言ってあげるかな。で、中学3年生だから、ほんともうね、もうすぐ、もう卒業だよね。そっか、入試前にはね、結構こう、不安定になったんだね。まずはね、入試がこう、一旦落ち着いたということでね。じゃあまた中学はね、もうほんと日数ないと思うんだけどね。あとは卒業式をね、迎えるだけだね。ちょっとね、手紙の内容と関係ないけどね、文字がすごい綺麗です。3歳から乗馬を教えてね、俺は乗馬経験がないので、すごいなぁと思いますね。ね、中学では吹奏楽部に入ってたんだね。高校に入っても吹奏楽は続けるのかな？ね、自慢みたいになってすいませんね。全然そんなことないよ。大丈夫だよ。教えてくれてありがとう。ね、ギター教えてもらいたいってあるけど、最近はこうギターとかにもこう興味がね、湧いてきたのかな？まあね、2年生の時にその3ヶ月ぐらい学校に行くのが辛い時が、まああったとか、まあね、いろいろ書いてはいないけど、まあいろいろあったんだよね、きっとね。何かね。なんかもしかしたら結構こう厳しい親御さんなのかな？まあそもそもね、で何があってね、どんなことでこう辛いなっていう風に思うようになったのかな。なんだろう、親からの期待に対する挫折とか、何か学校ですごく嫌なことが、まあ、あったとか、まあお家の中ですごく嫌なことがあったとか、ね、会って話をしたいと思ってますってあるけど、うん、そうだね、まあ、滋賀県にね、今いるんだよね。そうだね、会える機会としたら、まあちょっとね、まだね、ちょっと日程とかね、確定していないんだけど、大体夏休みぐらい、夏休みの期間中くらいの頃に、ちょっとね、場所もまだ確定はしていないんだけど、まあ、関西近辺、うん、関西圏の方で、まあちょっとしたね、こういろいろ、まあおしゃべりもあり、ちょっと歌ったりもするような、うん、ちょっとあるカウンセラーさんの方と一緒に、ちょっとイベントやるんだけど、まだ場所とか日程とかね、確定はしていないんだけど、うん。もしね、そのイベントに来れたらね、その場でお話しすることはできるかな。まあ、その辺はね、今後ブログとかで情報出していくんで、よかったらね、チェックしてください。で、よかったら返事もらえませんか？少しでもいいので話を聞いてもらいたいですってあるんだけど、まあね、ちょっとできたらやっぱね、俺も本当は、こう、書いたりしてね、返事したいんだけど、ちょっとね、時間的なこととか、まあ、メールとかも、もろもろなんだけど、ちょっとね、数が、
ちょっと対応しきれない数になってしまって、うん。でね、今年からはこう、今見てくれてるのはこういう動画でね、お返事したいなと思ってるんで、まあその詳しいところをね、まあ、もしよかったらね、またお手紙書いてください。まあまず伝えておきたいのは、ね、なんかすごくこう辛いなって思うことがね、あるみたいだけど、ね、決して死なないでね。はい、ということでお手紙ありがとうございます。まあもうすぐ卒業式ということでね、うん。まあその親友の子であったりとか、同じ部活の仲間であったりとか、ね、どうしても卒業するとこうなかなか会えなくなっちゃったりする子もね、結構いると思うからさ、うん。その辺噛み締めて、卒業式に出席してきてください。ということで、ゆうゆう本でした。バイバイ。ありがとう。チャンネル登録お願いします。